ダスユーブートは多種のプラットフォームに対応したブートローダである。対応プロセッサーアーキテクチャは ARM、AVR32、ブラックフィン、X86、68キロ、マイケロブレイズ、MIPS、アルテラニオス、ニオス2、パワー PC、スパー派などで、主としてワンボードマイコンなどといった組み込み開発用の環境で使われているが、シングルボードコンピュータや、 近年の電子ガジェット類など製品で使われていることもある。U.Boot on the OPEN MOCO f r n r U.Boot on the XPODIT 5501ライセンスは GPL である。ビルドに使用するツールは GNU ツールチェーンのクロスコンパイラなどでクロスビルドによってビルドできる。対応ファイルシステムこのプロジェクトの源流はマグヌスドムによって書かれた 8XROM と呼ばれる8。 XX パワー PC のブートローダである。1999年10月、ボルフガングデンクはこのプロジェクトを SOURCEFORGE.net に移管し、SF.net におけるプロジェクト名の制約から名前を副ブートに改名した。副ブートバージョン0.4-1は2000年7月19日に公開された。2002年、 古いバージョンのソースコードが ARM ブートの名称でフォークされたが、その後は短期間で複ブートプロジェクトにマージされた。2002年11月には複ブート2 0がリリースされたが、これ以降は PPC い下に加えて ARM ア,アーキテクチャをサポートすることを反映するために名称を変更したため、これは複ブートの名前の下での最後のリリースとなった。 2002年11月の U ブート -0.10 には、サポート対象に X86 プロセッサーアーキテクチャが追加された。その後に、サポートアーキテクチャは、MIPS32、MIPS64、a ル t e r a n e o 3 2 Coldfire、MyKeroBlaze が追加された。2004年5月に、リリースされた U ブート -1.1 には、 様々なアーキテクチャを横断し、216種類の異なる基盤製品をサポートした。ダス u ーブートという名称は、ドイツ語で潜水艦を指し、特に英語圏で言語のまま用いる場合は、ドイツ製潜水艦を意味する u ー o ートとの言葉遊びを成立させるために、ドイツ語の中性名詞に付与される、定換し、ダスを付与して命名されている。ありがとうございます。